先月行われた大統領選挙の開票作業で不正が行われたとして抗議デモが続くボリビアで10日、左派のモラレス大統領が辞任すると発表しました。モラレス大統領はテレビ演説で、すべてのボリビア人の大統領として平和を追求する義務があると述べ、抗議デモの混乱の責任を認めました。大統領選挙をめぐっては、数週間にわたって抗議デモが続き、3人が死亡したほか、監査を行っていた米州機構が、開票システム上に明らかな改ざんがあったと選挙結果の信頼性を否定しています。また、モラレス大統領の後ろ盾となっていた軍も大統領に辞任を進めるなど、辞任への圧力が高まっていました。